温田川の標識音田川岩川合流天音、田川は、東京都町田市及び、神奈川県横浜市を流れる川であり、鶴見川水系の大きな支流である。東京都町田市本町田の滝の沢地区、町田街道の町田山中生交差点の北東に、源を発し、JR 横浜線の北をほぼ平行に流れ、神奈川県横浜市緑区青戸町と、 緑区中山町の境界で鶴見川に合流する。一級河川としての上流端は、鶴川街道カルバートである。温田川という名称としての上流端は、水源からのわさび沢川と今井川が合流する、地点である。武蔵区に続き軍では、軍内の温田村から流れてくる川として、古くから温田川と呼ばれていた。一方、南多摩郡では、 軍内の町田村から流れてくる川として、町田川と呼ぶことが一般的であった。なお、現在、町田というと、町田駅周辺の原町田をイメージすることが多いだろうが、旧町田村は、原町田村が分村したことにより、本町田村と改名している。よって、旧来の町田は、現在の本町田であり、ちょうど御田川の上流端となっている。 後に、本町田村と原町田村は合併し、町田村となり、その頃には、町田村の中心は原町田側に移っており、町田から流れてくるというイメージは薄れ、その後に、南多摩郡の流域は、全域が町田町になったため、自然と続き郡で用いられていた名称が使われるようになったものである。ただし、旧音田村の字に、 町田川通という地名があったので、温田村周辺でも町田川と呼ばれていたようである。わさび沢川と今井川の合流点より上流については、口述。右岸川からわさび沢川、左岸川から今井川が合流する地点より下流川を温田川と称する。温田川上流端周辺には浄水のための水源施設が2カ所あり、 原町電上水章を経て、町田市中心部の水道水として供給されている。左岸は住宅地、右岸は雑木林という場所を通り、鶴川街道の下をカルバートでくぐり抜ける。一級河川に指定されている区間は鶴川街道カルバートを含み、ここから鶴見川合流点までである。ここから町田市が設置したサイクリング道路が両岸にある。 御田川とサイクリング道路、稲荷坂橋を過ぎると、東京都住宅供給公社の本町田住宅の中を、大谷一号橋まで通り抜ける。大谷一号橋の岸下流側に、本町田住宅の台所、三徳本町田店がある。本町田店であるが、南大谷地席にある。南大谷地席内は、両岸に桜が点在している。 山徳のあたりの河川敷は、菜の花がある。桜橋の右岸上流側に、住宅を挟んで、自動車教習所の町田ドライビングスクールがある。桜橋の右岸下流側には、休憩施設がある。桜橋から、梅の橋の右岸のサイクリング道路は、水面近くまで低いところを通る浸水広場になっている。増水時は、この場所は、通行止めになる。 桜橋から小田急小田原線の鉄道橋までの右岸側には都営南大屋アパートがある。梅の橋から石洗橋の間は右岸にしかサイクリング道路がない。左岸は道こそあるが小田急小田原線の築地定により寸断されている。石洗橋まで南東方向に流れてきたが坂下橋までの間に南へ方向を変える。坂下橋の左岸には 町田市立南大谷中学校があり、橋に直結するように裏門がある。坂下橋は、その名の通り、右岸側に坂がある。その坂は階段になっているが、車の通行もある。左岸から大谷川が合流する地点の右岸には、南大谷スポーツ広場があり、地元の少年野球チームなどが、練習などに使っている。オン 田川沿いの桜並木高が坂に入ると、住宅地の中を一直線に進み、高瀬橋に至る。高瀬橋から都県、境までは、両岸が桜並木になっており、春には、成瀬中央京付近を中心に桜祭りが、催される。高瀬橋下流川右岸には休憩施設があり、左岸には、サイクリング道路から河川敷に降りれる浸水広場になっている。 高瀬橋から鹿島橋の前後で、ほぼ90度方向を変え、東へ流れる。扇橋から東京の間は、1983年まで、自動車が通れる橋がなく、不便なところであった。扇橋から西山橋先までの砂岩には、都営成瀬アパートがあり、団地内の海下山橋上流川砂岩には、オーディオテクニカ本社工場がある。 海下山橋上流川右岸の高台には城山公園があり、そこは小机城の市場であったと言われるナルセ城の跡地である。海下山橋とナルセ街道の間、オーディオテクニカと道を挟んだ隣に東京都立成世高等学校がある。海下山橋は高い土地である南ナルセと低い土地である。 東京都立世世高等学校方面とを結ぶ橋で、サイクリング道路や都営な瀬アパートの商店街をも、またいでいる。海下山橋の上流川左岸、オーディオテクニカと田川の間には、かつて、杉山神社があったが、都営な瀬アパートが作られた時に、篠ノ目寺の隣へ移転している。西山橋の下流川左岸には、町田市立南第二小学校がある。 吹き上げ橋から高橋先の右岸にある大きな建物は町田市立総合体育館である。都境を過ぎると右岸から小川が合流し、その先が都県境である。透明高速道路の元を通過する温田川都県、境付近の右岸の建物は町田下水処理場である。都県境を境に五岸や両岸の様子が著しく変わる。右岸の道は 未舗装路となり、左岸の道は舗装されてはいるもののあまり整備されていないように見える。都県境から下流の両岸の道は、舗装済み、未舗装、半々ぐらいで、基本的には歩行者自転車のみが通行を許された、河川用地である。ただし、一部は、生活道路として、車両の通行ができる箇所もある。左岸は、東京都側は、 住宅地であるが、神奈川県側は田畑である。左岸の田畑は、棚駅近辺を除き、鶴見川合流点に一番近い飛ばしまで続く。町田下水処理場の北東端では、処理済みの下水が、温田川に放水されている。その平均放水量は、そこまでの温田川の流量に匹敵する0.83メートル、S であり、鶴見川吉光橋における流量の、 約8%に当たる。柳橋の右岸上流側には、河川敷に降りられる、浸水施設がある。柳橋の右岸は、東高知団地がある。右岸は、棚橋と、温田大橋の中間あたりまで、住宅、商工場、荒れ地などが入り混じった状況である。子供の国線の鉄道橋をくぐると、日陰橋の上流側左岸から奈良川が合流する。 温田川と奈良川の間の合流点のところには、水辺の階段がある。この合流点上流側あたりから、そこまでほぼ東へ流れていた方向を、ほぼ東南方向へ変える。浅山橋上流側には、水位流量観測所がある。棚橋上流側右岸には、ドッグラインがある。棚橋と、東急田園都市線の鉄道橋の間の左岸には、東急ストアデンナ店があり。 その向こうには、棚駅がある。棚駅周辺の温田川と神奈川県道140号、川崎町田線の間は、住宅地となっている。東急ストアデンナ店の駐車場の下は、棚調整地がある。東急田園都市線の鉄道橋をくぐると、右岸の長津田第三公園を過ぎた先から、右岸も田畑が続く。温田大橋をくぐった先の右岸から、 岩川が合流する。この合流地点から下流側を眺めると田畑の中を流れている温田川の様子がよくわかる。川戸橋まで来ると、東名高速道路と JR 横浜線が見える。その先、右岸から三谷川が合流する。温田川大橋上流川左岸には白鳥川が合流する。東名高速道路をくぐる。坂下橋の上流側は長い範囲で、 JR 横浜線がよく見える。新領橋を過ぎると、右岸から梅田川が合流する。梅田川合流点からも、JR 横浜線が見える。梅田川合流点と小山橋の中間の右岸には、看護寺がある。看護寺には、横浜市地域史跡に登録されている、イントールホーインボがある。小山橋の右岸上流側には、トステムの工場がある。 小山橋佐賀辺りを中心に、この辺りでは、梨や葡萄が栽培されている。小山橋から東京先の右岸は、中山駅前に開けた、市街地である。この区間の右岸には、高層団地や商店がある。東京右岸にある、ハーモニー緑の下には、ハーモニー緑調整地がある。東京を過ぎると、鶴見川合流店周辺の工場地帯に入る。 鶴見川合流点手前の砂岩には浸水施設がある。砂岩側からの鶴見川と合流する。合流点では鶴見川に負けず劣らずの水量で見る場所によっては恩田川の方が本流にも見える。仲良し散歩道町田市下水道部下水道管理課が管理する普通河川。町田市の管理上の名称は本町田二号水管線である。 源流部はいくつかの流れに分かれているが、水源は、鎌倉街道以北の七国山から、薬師地にかけての町田市本町田と山崎町の境に、ほぼ集約される。なお、薬師地は、鶴見川本流の流域にあたる。今谷と交差点東側から、町田市立本町田東小学校南西端までは、暗挙を通り、暗挙の上は、 中吉散歩道として、雨水や湧水を利用したせせらぎ水路が流れる、浸水施設になっている。中吉散歩道の下流側には、日向村と称する、レクリエーション施設や、デイキャンプ場などを備えた、町田市子ども生活部が管理する公園がある。町田市立町田第三小学校の東端を南へ流れる。右岸から、わさび沢川が合流する地点においては、 流路や水量から今井川が本流のようにも見えるので、温田川の水源を七国山付近とする文献も見受けられる。なお、温田川とは、わさび沢川と今井川の合流点から下流についての名称である。わさび沢川と比べると全流域、山里を感じさせる地帯である。町田市水道部下水道管理課が管理する水路。 東京都住宅供給公社の町田基礎住宅の南東端にある第三調整地から流れ出し、町田市立町田第三小学校の北で今井川の右岸へ合流する。町田市下水道部下水道管理課が管理する普通河川。町田本町田郵便局の東で、今、井川左岸から分流し、鶴川街道の日向台交差点と、組道元町田店の間を通り、 東京都住宅供給公社の本町田住宅の北端の稲荷坂橋の左岸下流側で温田川に合流する町田市下水道部下水道管理課が管理する普通河川前期にある源から今井川が左岸から合流する地点北三35度33分46秒統計139度26分51秒 北緯35.56278度統計139.44750度、35.56278139.44750、町田市本町田の日向台地区までの温田川源流部における名称である。水源付近は、2011年に町田市都市づくり部公園緑地下により、滝の沢源流公園が整備された。公園が整備される以前は、 住宅地の中にぽっかりとある荒れ地で、数軒の民家が立ち並んでいた。現在では、わさび沢川源流域には、浄水のための水源施設が3カ所あり、滝の沢浄水所を経て、町田市南部の水道水として供給されている。水源近くの、町田市立滝の沢児童公園の南端から、町田市立本町田ひまわり児童遊園の西端に、渡り、歩道と、 住宅地の中の道路の下の暗渠を流れていて、全域住宅地を流れている。最上の橋と一部を除き、道路と交わる場所は、道路の下のカルバートを通っている。前期の他に、町田市立本町田清水児童遊園にも源がある。かつては、自然河川であったが、現在は、町田市下水道部下水道管理課が管理する、水路である。ほぼ全区間。 安居を流れる。玉川学園1号水路待ち出し玉川学園4丁目を最上流に小田急を小田原線玉川学園前駅の北、学校法人玉川学園の敷地内にある玉川池の直下を通り、小田急小田原線の西側を線路に沿って南下し、玉川学園1丁目交差点付近で左岸から玉川学園2号水路に合流する。 玉川学園2号水路町田市玉川学園3丁目を最上流に玉川学園1丁目交差点付近で右岸から玉川学園1号水路に合流する学園都市下水路玉川学園1号水路と玉川学園2号水路の合流点から玉川学園1丁目で小田急小田原線を横切り南東へ流れ大谷原地区の交差点で南へ向きを変え 町田市立南大谷小学校の東端を通り、町田市立南大谷中学校の外周を通り、南大谷中学校の南西端で御田川に合流する。かつては自然河川であったが、現在は町田市下水道部下水道管理課が管理する水路である。中町一号幹線水路セリガ谷公園に源を発し、セリガ谷公園の中の湧水を集めながら、 南東に流れ、町田市立国際版画美術館の東から安鏡を流れ、現町田ふるさとの森の北東端を南東に流れ、熊野神社近くで熊野神社水路に左岸から合流する。セリガ谷公園は、セリガ谷川の流れを生かした浸水公園としての側面もあり、水の一部をコンクリート港に流し、水遊びができるようになっている。 熊野神社水路町田街道の原町田二丁目交差点の南東にあるうぎ沢材木店の敷地内を源に暗挙を流れ、熊野神社近くで中町一号幹線雨水寺を合流し開挙に出て、な瀬街道の小笠坂交差点を暗挙で横切り、暗挙のまま町田市立高賀坂小学校の北側を通り、高瀬橋の宇岸下流側で温田川に合流する。大まかに見ると、 全体として東への流れだが、上流では、鳴瀬街道を2回横切り、蛇行している。かつては、熊野神社の町田街道側に町滝に似た滝があり、熊野神社はその滝を御神体として建てられたものである。JR 横浜線のナ瀬踏切の南西にある松葉八津公園に源を発し、JR 横浜線をくぐるところからすべて暗挙を経て、セリが、 谷川の合流点より、やや下流川右岸から温田川に合流する。現在は、町田市下水道部下水道管理課が、小笠坂27都営東水路として管理する。三股川かつては、自然河川であったが、現在は、町田市下水道部下水道管理課が管理する、水路である。町田市の管理上の名称は、三股都市下水路である。 町田市東玉川学園一丁目を最上流に、安闇南へ流れ、昭和薬科大学バスロータリー北方で快挙に出る。昭和薬科大学の敷地内からの水を受け入れながら、南下する。完成時付近から、ナルセコミュニティセンター付近まで、河川上に土台を設け、上空を高圧電線が通る。ナルセ街道と交差する、ナルセコミュニティセンター前交差点から温田川。 合流点までは、暗挙を通っている。海下山橋と二丹田橋の間、田川の左岸に合流する。自然河川であった頃は、現在の東京都立成世高等学校付近で、奈良谷戸川に合流していた。かつては、自然河川であったが、現在は、町田市下水道部下水道管理課が管理する、水路である。町田市の管理上の名称は、奈良谷戸都市下水路である。 町田市、成瀬指定目の美岳公園あたりを最上流に安況、南へ流れ、町田市立成瀬せ大小学校東方を通り、町田市立、成瀬中央小学校の東方で開挙に出て、一部安況を経て、東京都立成世高東学校の東の成瀬街道と交差する地点から安況を通り、都営成瀬アパートの南端、西山橋の上流側で御田川に合流する。 自然河川の頃は、鳴瀬街道を横切り、現在の町田市立南大二小学校の北を通り、現在の吹上橋付近で御田川に合流していた。かつては、柳川や、竜慶川と呼ばれていた。現在では、小川川と呼ぶ場合もあるようだ。小川都市下水路の区間を除き、普通河川である。全域区間、町田市下水道部下水道管理課が管理する。 町田市南津久市の2丁目の東急田園都市線の線路あたりを最上流とし、柳公園を経て安挙を鍛え流れる。この先、小川1丁目、津久市の1丁目、津久市の2丁目の境にある交差点を越えたところで、快挙になり、郵便局桜通りの西側を並走し、JR 横浜線をくぐる流れがあるが、これは、上記の交差点直下で寸断されていて、 本流は、町田市南なる七7丁目の町田市立、南なる中学校の南端まで桜通りの真下に、ある暗鏡を流れ、地上に出たところで、寸断された流れと合流する。ここまでが、普通河川の区間だ。なお、南、なる中学校の校歌に、この小川のことが歌われている。小川都市下水路南なる中学校の南端から、南、 な瀬中学校の東側を通り、町田市南な瀬八丁目の町田下水処理場の西側を通り、な瀬変電所の北西、町田市な瀬六丁目で御田川に合流する。南、な瀬中学校の対岸は、ナスナ原遺跡と呼ばれる遺跡群であり、その半分以上が現在は、東急電鉄の車両基地になっている。左上奥の子供の国駅から発着する。 子供の国線などと沿いながら流れる奈良川、横浜市道路局河川部河川管理課が管理する、巡洋河川。巡洋河川区間延長は3470メートル、内横浜市改修計画区間は1920メートル、流域面積は6.51平方メートル。学校法人玉川学園の敷地内にある横浜市。 青葉区奈良町の奈良池を源とし、緑共和病院の南西側、横浜市立奈良小学校の東側、子供の国駅と子供の国の間を通り、子供の国線と子供の国通りに沿って南下し、横浜市青葉区温田町の日陰橋の下流側で、温田川に合流する。1973年度に巡洋河川に指定され、1980年度から、 巡洋河川改修事業が行われている。水源の奈良池では、絶滅危惧 IA 類である、ゼニタナゴが生息するが、水質悪化により、絶滅が危惧されている。源流域は、土橋跡と呼ばれる、小さな谷を形成している。子供の国内に、湧水池がある。横浜市道路局河川部河川管理課が管理する、巡洋河川。岩川を参照。 横浜市道路局河川部河川管理課が管理する普通河川。JR 横浜線と東名高速道路の交点あたりを最上流に北へ流れ、川戸橋と御田川大橋のほぼ中間で御田川に合流する。全域間、横浜市緑区東海千葉町である。上流は茂みに覆われていて、源流に近づくことは困難である。短い川ではあるが、 水量は少なくない。田川に合流する白鳥川横浜市道路局河川部河川管理課が管理する普通河川。若草台、桂台、旧青葉台病院前を最上流とし、桂台2丁目付近の交差点で、若草台からの流れと桂台からの流れが合流。そして青葉台駅付近の交差点で、旧青葉台病院前からの流れと合流し、一本の 流れとなる。そして、南へ流れ、横浜市青葉区白鳥台の温田川大橋の上流側で温田川に合流する。最上流から国道246号の北側までは安挙を流れる。かつて環状4号線が農道だった時代には、江ノ木川丘付近で黒橋という橋がかかっていた。横浜市道路局河川部河川管理課が管理する一級河川。 梅田川を参照。横浜市道路局河川部河川管理課が管理する普通河川。特に下流では八つ川とも呼ばれる。横浜市緑区大村町の神奈川大学附属中、高等学校あたりを源に南へ流れ、横浜市緑区美保町の神奈川県、住宅供給公社宮根団地の南から東へ流れ、 日立造船の寮の南側から暗挙を通り、横浜市緑区大村町のエスポワールの北で開挙に、出て、JR 横浜線をくぐり、横浜市緑区中山町の中山駅前ハイズの北で田川に合流する。一級河川区間のみを全橋掲載。地名は、佐賀上流よりを基準。町田市本町で町田市南大屋町田市港が、 坂町田市、なるせ横浜市青葉区温田町横浜市青葉区連那、横浜市青葉区白鳥大横浜市青葉区さつきが、丘横浜市緑区小山町横浜市緑区、新張町横浜市緑区,小山,市緑区小山町横浜市緑区、青戸町町田市よくある質問、回答集、特定都市化線浸水被害対策法。E-GAV2020 年1月20日閲覧。 特定都市河川について東京都、2020年1月20日、閲覧。横浜市道路局河川計画課横浜市河川の概要トップページ9挟まぜにいた名護復元する会、活動記録1環境教育シンポジウム、奈良池の保全と、環境教育の報告白鳥川の水源、広アン通信バックナンバー2008年12月号。 地名推理ファイル歴史探偵高丸の地名推理ファイル。ヒロタリアン通信バックナンバー2009年2月号、我が町根尺鎌倉道を歩く町出しし、工事入札及び、契約状況一覧横浜市社横浜市道路局、協梁化と橋掛け替え事業鶴見川水系の他の、支流は、下記、または、鶴見川支流のリンクを参照のこと。ありがとうございます。